日光川は愛知県北西部を流れて伊勢湾に注ぐ河川。二級水系日光川の本流である。延長は 41km、流域面積は299平方 km。航空写真の帯平野にある愛知県江南市の北部に源を発する。西に向かって流れた後、市宮市で支流の野府川を集める。稲沢市西部では支流の坑道川を集め、 稲沢市域では、名鉄美祭線と並行する。稲沢市と愛祭市の境界付近では、両側から両内側、三宅側を集めるが、三河の合流部には、津島上街道と呼ばれる街道が通っており、小田市の居城だった諸端城市もある。蟹江町に入ると、JR 関西本線と近鉄名古屋線をくぐり、蛇行する鞘川や大前川を尻目に、直線的な流路で南下する。 下流部では、金江川、福田川、前田川、戸田川などを集め、名古屋市港区と飛島村の境界から伊勢湾にへ注ぐ。日光川の流域は、全域が木曽川の氾濫源であり、山地や丘陵地は存在しない。源流から川口までの高低差は、約20メートルに過ぎず、平均勾配は1、2千程度という傾斜の緩い河川である。 水源から信川との合流地点にかけては、排水路や用水路を思わせるような川幅が狭い区間が続いている。川口付近は、江戸時代の干拓地である。福田川、前田川、宝川の合流点から、川幅が拡大し、三尾寺、日光川などがある川口部では、最大 1km 近くに及ぶ。国道23号の日光川大橋付近は、 大部分が橋ではなく、堤防となっている。下流部は、海抜ゼロメートル地帯であるため、流域全体の約2、3の地域ではポンプによる強制排水が行われている。寒満時に、河川水位を調整するため、川口部には、日光川排水機場及び、水口門が設置されている。古くは、萩原川と呼ばれ、木曽川の葉川の一つとされていた。中華流域は、 海抜ゼロメートル地帯であり、過去に何度も浸水被害が発生していることから、集落は自然堤防上に築かれ、民家には水屋と呼ばれる避難用の建物も築かれた。1666年から、オアリ藩によって日光川下流の改作工事が行われ、1667年には蟹江神殿を経て伊勢湾に注ぐ流路が完成した。 1785年からは、終わり藩によって、現在の三河交流点から、下流の拡幅工事が行われると、1812年の完成後には、河川周運が盛んとなり、年貢前の輸送にも用いられた。江戸時代後期には、下流部での神殿開発が盛んであり、1801年の飛島神殿の完成、1822年の藤高前神殿の完成で、 現在の川口部の形状に近づいた。1959年9月26日の伊勢湾台風では、日光川流域で22カ所が破堤し、被害額が約300億円に上る甚大な被害を出した。1974年7月の豪雨では、愛知県の中でも特に日光川流域で大雨を記録し、流域面積の 約52%に当たる15,447ヘクタールが浸水した。1976年の台風17号では、流域の約31%に当たる9,320ヘクタールが浸水した。2000年9月11日の東海豪雨では、支流の福田川を中心に内水被害が発生し、流域全体では530ヘクタールが浸水した。 1997年時点の流域の土地利用率は、宅地等の市街地が約49%、水田や畑地等の農地が約43%、その他が約8%だった。2008年時点の流域人口は約83万人だった。2010年には、洪水の際に流量の一部を基礎側に放水する日光側放水路が供用開始された。 2018年3月19日、高潮や南海トラフ地震による津波に備えた新しい水港門が供用開始された。日光川の流域には旧市二条一村がある。愛知県上流部部中流部部下流部部。ありがとうございます。